ベテランチ、進級したかどうか確認しようベテランチです。あの、今日なんですけどね、4月の1日ということで、ベテランチが進級してるのかどうか確認していきたいと思います。大学のウェブサイトでね、はい、早速確認していこうと思います。ユータスっていうサイトがありまして、東大生だけログインできるサイトなんですけど、ここにね、ユータスの掲示板がありまして、重要、進級についてということで、 ここでね、進級したかどうかが確認できるらしいので、これを開きまして、M2 学生各位。2023年4月からの M3 への進級者が決定しましたのでお知らせします。なお、これは最終決定ですので、覆ることはありません。ちょっと怖いこと書いてるけど、ちょっと怖いこと書いてるけど見ていきます。はい。添付ファイル。2022M2 から M3 進級者 PDF。M2 学生各位。 下記のものが令和5年度に M3 へ進級することが決定したので周知します。まあ M2 っていうのが僕今4年生で。M3 っていうのがまあ次5年生ですよね。これ見て来年僕が5年生に上がれるのか、4年生のままなのか決まるということです。えー、僕の学籍番号がね、201002なんで、えー、こっちから212121 21 21と来て、20、ん ?201051。20 僕は20年度入学なんですよね、東大学部に。で、201002なんで。ないか。ないな。えぇ、ー。201002、ちょっと待って。 えー、M2 学生各位2023年4月からの M3 への新級者が決定しましたのでお知らせしますなおこれは最終決定ですので覆ることはありませんとあないなああそうですか ちょっっと待って一回深呼吸しろス,スーハースーハースーハースースーハーハフーふえどれ落としたえどれ落としたんやろいや俺落としてない気すんねんけどな落としてない気するないやマジでどれ落としたんやろ ちょもう一回見てみるちょもう一回見よう書きの者のが令和5年度に M3 へ進級することが決定したので周知しますえっな,ないないなえっえっ留年してるな やっちゃってるんだよなやっちゃってるんだよなうんこれ多分お母さんに電話した方がいいやつやなちょお母さんに1回電話しようかなお母さんいやまあお母さん電話後でええかいや後でかけようちょっと、うん、今かけたらちょっと良くない気するうん後でかけるうんちょ1回ビタミン C 飲もうちょっと1回落ち着きたい1回ビタミン C 飲みます だいいぶ落ち着いてきたああ,あ落ち着いたあビタミン C 飲んだら一気に落ち着いてきたこれドッキリかなこれドッキリかな東大学部オフィシャル YouTube チャンネルの企画これないもんなえでも東大学部オフィシャル YouTube チャンネルなんかないもんなってことはドッキリじゃないかいや えぐいな一郎三流はえぐい。うん。一郎二流までは三ダブやったから、実質ゼロやけど。一郎三流って四ダブやろ。いや、四は死捨五入したら十やん。マジか。ちょ、もう一回。えぇ、ー、え、ちょ、えぇ、ー 入念してるなえどういうことマジでえちょっとパニックになってきたえ今年も4年生ってこと25歳やのに25歳で大学4年生ってことで大学6年まであるから28歳で大学卒業するってこと最短でえー、ちょっと待ってほんマにちょ一回おこうたこちょっと落ち着こう 一回おこうたきますいや終わっちゃってるんだよな終わっちゃってるんだよなち落ち着いてきたいやどうしようマジで奨学金借りようかなマジで。 ヒカキンがやってるユーチューバー向けの給付型の奨学金ってなかったっけあ奨学金やってないかやってないか。なお、これは最終決定ですので、覆ることはありませんいや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 。覆せるでしょ。願えば叶わないことなんかないんだから。覆してみせろよ、東京大学がさ。 何が最終決定で覆ることあるこれ本で、この連絡3月15日に来てるやん。俺誕生日、誕生日にこれは最終決定ですので、覆ることはありません留年したな目の前が真っ暗になっちゃってるんだよな目の前が真っ暗になっちゃってるんだよなうーん。 東大学部生という肩書きを失う前に叱んだ方がいいんかもしれんなうんいやそれはでも家族や友人が悲しむからあかんか東大学部生じゃなくなるぐらい叱んだらあかんよねまだこれから頑張ったら卒業できるかもしれんし俺の人生にはこれから輝かしい未来がたくさん待っているのだからうんそれはちょっと考え直そうえてかちょっとほんまにムカついてきたな俺悪くないやろこれ なんで俺がこんな何回も何回も留年せんなあかんねん。俺東大生だぞ俺東大学部生だぞなんで俺がこんな何回も何回も留年しなきゃいけないんだえないな。何やねん、マジで。むかつい。ほら物に当たるのは良くないか。みんなは絶対こんな風にならへんようにな。ちょ、でも俺、 早く患者さんの命救いたいねんけど。なんてこんなとこで足止め食らわなあかんねん。俺、早く医者になって患者さんの命を救いたいから医学部入ったのに、なんでこんなとこで3年も足止め食らわなあかんわけ。おかしくないえ、一回東大を相手取って訴訟を起こそうかな一回東大を相手取って最高裁まで争うかなおかしいもん、こんなん。 あでも違うか訴訟を起こしたのは俺のだの後輩の東大理さんに行った子かその子がで単位認められへんかったのを不当だと訴えて今最高裁まで争おうとしてんのかそれを間違えた俺は単位普通に落としてるだけやからあかんかうんちょっともう一回見てみようかほんまなんかこれ M2 学生各位、えー、下記の者のが令和5年度に M3 に進級することが決定したので周知します 21万1115、20万1051、19万1062、12万1081。留年しとるやないかおーいってか何やねん、この、12万台のやつ。いつ入学したやつやねん、こいつ。こいつおるからまだええか、俺。12年に医学部入ったやつが5年になってるから、まあ、ええか。俺もまだまだいけるか。 いやえー、お母さんに電話しようかなお母さんに電話した方がえするないやでもやめとくかええー、かお母さんに電話すんのはお母さんもどうせこの動画見るかうん別にええか電話せんでもなんやねんこれいやこれありますね また一年間を無駄にしたと思ったそこのあなた。うん、考え方が逆です、うん。逆ちゃうですうん。逆ちゃうですね。また一年無駄や。終わっちゃってるんだよな。終わっちゃってるんだよな。